多分。ありがとう。おお、やってるやってる。どうだ、調子の方は。こんにちは。俺にも一枚もらえるか。嫁が帰りにキュウリと玉ねぎ買ってこいってうるせえからよ。どうぞ。してみると本当に安いな。もちろんこのチラシには書いてない野菜もいろいろ置いてあるんだろう。はい、あります。うちは品揃えが豊富だから、スーパーに置いていないような野菜もいろいろある。はあ、最近はこのわさび菜が人気。ちぎってサラダに入れるだけでもボリュームが出るし、少し辛みもあるからドレッシングもいらない。へえ、わさび菜か。それ初めて聞くな。ちなみに店は何時まで開いてるんだ？うちは8時まで。お前誰のおかげでここでチラシ配れると思ってんだ。よし、俺も手伝ってやる。半分稼い。かわいくないやつ。ちょっと、サワタリさん、本当だ。こんなところで何をしているんですか？何かのチラシ？チラシ配り。あなたね、もういい加減にしなさいよ。そうよ、こんな立ちっぱなしでチラシ配りなんて、沢渡さんもかわいそうだと思わないの？私
あのね、本当に沢渡さんはあなたが近寄っていい人じゃないの。わかるでしょ、どこまで説明しないとダメなの。あなたもう少し空気を読んだ方がいいと思うんだけど。くれない？何よ。全くのゼロなんですか？一緒にいたいから、こうしていつもそばにいるだけ。沢渡さんならもっと彼よりもふさわしい相手がいますよ。絶対にいますよ。うん、いる、絶対にいるって沢渡さん。それに私、彼の噂いろいろ聞いてるんだよね。春先に彼女が欲しい欲しいってあなたずっと騒いでたらしいじゃない。え、そうなの？それってつまり彼女になってくれる相手なら誰だってよくて、それでたまたま話す機会のあった純粋で素直な沢渡さんを。違う、一緒にいたいのは私。沢渡さん？私と、いっぱいいっぱいお話ししてくれて、最初はお財布拾って、それから。
サワッタリさん、ごめんなさい。別に私たちそんなことを言いに来たわけじゃ。サワッタリ聖火って、サワタリっていらっしゃいらっしゃい。今日は特別セール実施中だよ。大根もキャベツもみんな安いよ。うちも必死だからね。今日は特別大サービス。ジェイ、すみません、グレープフルーツ2つください。あとバナナも。ヘイマイド、すみません、人参10本ください。この子が買います。1本でいいよ、いきなりハードル上げないで。ヘイ、ガチも毎度あり。すみません、玉ねぎと白菜ください。あと長ネギも2本。はい、どうもありがとうございます。あなたも城西の生徒さん？父さん。おお、美咲、やっと帰ってきたな。母ちゃんの方大変だからすぐに手伝ってやってくれ。ごめんなさい、私たちなんだかバカみたい。ちゃんと沢渡さんの話を聞けば誰も嫌な思いしないで済んだのにね。なんか私、今までよりもっと沢渡さんと仲良くなれる気がする。これ大根とトマト、お母さんが家に持って行ってって。うん、今日は大繁盛って、お父さんもお母さんも喜んでる。おお、カリス、どうもすいません。ああ、それじゃあ美咲と一緒に配達の注文を受けてもらえませんか？はい、これメモ帳です。いらっしゃい、いらっしゃいませ。
しい。それに京介くんも一緒にいてくれて。優しく撫でる春の風に、あの頃の記憶が蘇る。また明日と手を振る瞬間、不安で涙こぼしてたね。その度あなたは私を抱き寄せ、大丈夫と頭撫でて安心させてく。またいつかあなたが見せてくれた幸せは今も心の真ん中にあるよ。足並み揃えて待っててくれる優しさ。これからは魚の時代。しゃぶしゃぶです。え、しゃぶしゃぶ。金目鯛のアラから出汁を取り、そこにえのきだけや白菜も一緒に入れて煮立たせます。そこに薄切りにした金目鯛をしゃぶしゃぶにして、つけだれは醤油とポン酢にするのが美味しいです。ありがとうございます。早速今晩やってみますね。恥ずかしいから断る。
お店のことだけ考えていたいから。あとはあなたのことも。もう本当におすどり夫婦なんだから。そろそろしたい。結婚式、お友達いっぱい呼びたい。学校のお友達も近所の人もいっぱいいっぱい。次の野望はお嫁さん、立派な奥さんになるの。ずっとずっとあなたから好きって言われたいから。私も